皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げるのは YouTube 上のチャンネル DHC テレビにおいて制作されている虎ノ門ニュースについてです。この虎ノ門ニュースというのは地上波のテレビ放送ではあまり出てこないジャーナリストや政治家、作家の方たちが登場して様々なことを話してくれています。その話の内容というのが特定の国、この場合韓国の人たちが聞いたら非常にギョッとする内容です。しかしそのギョッとする内容というのが何か誇張しているか、何か像をかきたてるようなものかといえばそうではありません。あくまでもこのようなことがありましたよという非常に事実に基づいて話を多くされています。しかしこれが韓国の人にとっては怒りの対象になりました。今回はその虎ノ門ニュースを制作している DHC が韓国の攻撃対象に選ばれ、そのために大きな問題となりました。 DHC がどのような騒動に巻き込まれたのかといったニュースと、その騒動に巻き込まれたために最終的には謝罪までさせられたというニュースについてまずはお聞きください。 DHC 相次ぐ嫌韓発言、韓国市民の怒り噴出。 DHC YouTube 放送、韓国は熱しやすく冷めやすい国。 DHC 追い出し国民請願まで登場。韓国国内で年間売上高が約9億円を超える化粧品企業 DHC も嫌韓放送で批判の中心に立った。 DHC の子会社である DHC テレビの YouTube 放送に出演した日本人パネラーが韓国の日本製品の不買運動をあざける発言をしたからだ。同番組に出演したあるパネラーは、韓国はもともと熱しやすく冷めやすい国と話し、また別のパネラーは、ろうそくを持ってノーアベというが、そのろうそくも日本製だ。だったら日本製品不買リストにあるその1000品目にろうそくも入れてほしいと話した。肖像についてもあるパネラーは、ピカソは作品性があって高いものだが、肖像上などは何かをコピーしたようで軽いとし、じゃあ私が現代アートだと紹介しながら正規を見せてもいいのかと嫌悪発言をした。同放送は歴史的事実を虚偽で歪曲したりもした。あるパネラーは、日本人がハングルを統一させ今のハングルが誕生した。日本が小学校も建ててハングルの教科書を作ってハングルを普及させてあげたし、鉄道が数十キロしかなかったのに1000キロに増やしてあげたとし、日本は収奪ではなく投資をしたと話した。これに対しネットユーザーらは、韓国で商売をし日本で嫌韓放送をしている、クレンジングオイルなど使ってきたが今日から不買などの反応を見せている。事態がこうなったにもかかわらず、 DHC コリアは釈明の代わりに公式インスタグラムのコメント機能を遮断した。さらに3年前に吉田会長が DHC の公式ホームページに、在日韓国人は日本に悪い影響を与えるから母国に帰れという文を掲載するなど、極右政党の強化という事実が明らかになると、DHC を韓国から追い出すべきだという主張まで出ている。一部のネットユーザーは DHC テレビ YouTube チャンネルを YouTube 側に憎悪や悪意的なコンテンツと通報したり、 SNS にさよなら DHC というハッシュタグをつけて不買運動への参加を宣言するなどで対応している。大統領府国民請願掲示板には日本製品 DHC 追い出し請願という文が掲載された。企業も DHC の遮断に出た。昨年末基準で直営店舗数168店舗で2位を記録している化粧品ショップは、オンラインモールとオフライン店舗で DHC 製品を追加で発注しないことを決定し、既に購入した製品を合法に陳列位置を変える予定と明らかにした。 DHC 子会社制作のネット番組が嫌韓発言、韓国法人が謝罪。日本の化粧品販売会社 DHC の韓国法人は13日、 DHC テレビ出演者の全ての発言に対して同意しないが、関連問題で物議を醸したことについて深く謝罪するとする謝罪文を出した。また韓国と韓国人を卑下する放送を中止するよう要請を続けるとし、皆さんの全ての批判を感受し、もう一度国民、顧客、関連会社に心より謝罪すると表明した。虎ノ門ニュースへの反感から DHC への不買運動へとつながりました。
今回はその韓国法人が謝罪するに至ったわけですが、こうなった原因はやはり個人の不買運動というよりも、化粧品等を取り扱うドラッグストアチェーンが取引をやめるという話をしたのが一番大きかったのだと思われます。ただし DHC は日本の会社です。日本での売上高が1000億円あり、韓国法人の売上高は9億円という規模です。ここから見てもわかるように、韓国で不買運動がいくら進んだとしても DHC 本体には経営に全く影響はないと言えるでしょう。それではこの虎ノ門ニュースで語られている内容について見ていきましょう。この虎ノ門ニュースによく出ている作家の方が、朝鮮の統治時代というのは収奪ではなく投資が行われた時代だという話をされています。韓国の人はこの話を否定しますが、実際にそうであったと私も思っています。例えば欧米型の植民地支配といえば、様々な税をかけること、そして教育なども全く行わず、読み書きなどもできないし、数を数えることすらまともにできないような人々にさせてしまう、そのような愚民政策を行うというのも一つの政策であったと思います。それに対して日本が行っていたのは、文字を普及させることや読み書きを覚えることというのが一つ重要な基本になっていました。また税金という面においても、朝鮮半島には産業がないという問題もあったために、日本の本土よりも安く抑えられていました。また植民地支配では人頭税であったり塩に対する課税というのが普通行われるものなんですが、この朝鮮においてはこのような税金については課されていませんでした。また私の場合はそれらのことにも加えて、お金の流れという面においても、この朝鮮の統治時代というのは決して暗黒時代ではなかったと考えています。例えば収奪するのであれば、重税を課して、その重税を課した上で集まったお金は本国に送るものです。わざわざ植民地のために産業を起こしたり、田畑を整備したり、ダムを作ったり、治水事業を行ったりといったことをする、そのようなお金の使い方はしません。植民地で集まったお金というのは本国を発展させるために使うものです。それが植民地政策です。一方で朝鮮半島においては何が行われているかというと、朝鮮半島で集まったお金だけでは十分な運営ができないために、本土の日本から補助金が出されていました。それではその補助金の額というのをちょっと具体的に見ていきましょう。ご覧ください。この表は当時朝鮮半島の行政を司っていた朝鮮総督府の予算に対して日本が送っていたお金です。決して朝鮮から吸い上げたお金を日本に持ってきたわけではなく、日本で集めた税金が朝鮮半島に渡っていたという表です。しかもこの表を見てもわかるように、日本の統治時代というのは大正8年度を除けば全ての年度においてお金が補充されていました。この表を見てお分かりのように、お金の流れは日本から朝鮮半島へでした。そして次に考えるべきはこのお金についてです。36年間で8兆円程度かというふうに考えたかもしれませんが、当時のお金を現代の貨幣価値に換算したものです。そのため正確ではありませんが、その雰囲気を伝えるために分かりやすくしたものです。例えば昭和元年の国家予算は16億円でした。この数値だけを見ると、たった16億円で日本という国家が運営されていたのかと驚くかもしれません。ですから当時の金額というのをそのまま使うわけにはなかなかいきません。それでは昭和元年の国家予算16億円というのは現在の価値で直すと32兆円になります。この32兆円という数字を使ってもう一度考えてみましょう。当時日本の国家予算が1年間で32兆円でした。そして日本から朝鮮半島へ渡ったお金というのが8兆円ありました。この数値の比較をすることによって、日本から朝鮮半島へどれだけのお金が渡ったかというその割合がわかると思います。もちろん今の話は日本という国が1年間の予算、それに対して36年間にわたって渡ったお金なので単純比較はできませんが、同じようなテーブルに乗せるとそれだけのお金が渡っていたという事実だけは皆さんもお分かりかと思います。私はこのようなことから、当時の日本人は朝鮮半島に対して
第2の日本という形よりも日本の延長線でまだ開発が進んでいない地域に対してしっかりとお金をつけていこうというそのような意思を持っていたというふうに考えています。ですから虎ノ門ニュースなのでさまざまな作家なり議員の人たちなりが出て話をされています。それらの話については私はすんなり受け入れることができます。決して日本が何か収奪を行い暗黒の時代をもたらしたというような話を前提にすると私はそこは違うなと思っているからです。今回虎ノ門ニュースが韓国側の抗議により不買運動の対象となり様々な非難を受けたわけですが、私はこれらについては全く的外れな指摘だったと考えています。皆さんも機会があればぜひとも DHC のこの虎ノ門ニュースをご覧くださいという話をしても、まあ皆さんの方がこの問題に関しては詳しいかと思います。私がニュース系の解説をし始めてからというもの、皆さんの方がよほど知識が深いというのはよく感じています。いや、そんなのはもう知っていたよという意見も結構ありますし、今回の件に関しても虎ノ門ニュースだったらもう何年も前から見ているよという人だっているかもしれません。まあ、ちなみにこの虎ノ門ニュースが一体いつから始まったのかを私は知りません。見始めたのもつい最近なぐらいです。ですから皆さんからの指摘を受けて、ああその件だったらこういうことがあるよといった資料があればぜひとも私に教えてもらえれば、その知識によって私ももっと考えが深めることができると思っています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメント等を書き込みをお願いします。またチャンネルを登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録してまた次回の話も聞きに来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。